はい、皆様こんにちは。で今日はね、辰野のね、ボムジダニと、まあ、でシュウエンティーさんはね今日休みなんでね、あれですけどね、ちょっと紅葉の状況をね見に来ましたね。これは辰野の神社ですね。はい、まあ、今日は多分休みやと思うんで、ちょっと外からだけでも見とこうかな。まあね、月曜日休みなんで気をつけてくださいね。傘が置いてある。でもここから見とったらええじゃないですか。まあライトアップはまあ7日から26日までやね。なんか傘置いたって感じだもんね。はい、めちゃくちゃ今が最高潮じゃないですか、これは。ね。まあ、萩の花も綺麗けどね、ここね。で、まあ、あの池にはまあまあ、ちょっとスイレンとかあの辺もね、出てきますんでね。こんな感じでいいじゃないですかね。傘置いてあって。はい。じゃあちょっとモミジダニの方に行ってみますね。あの、黄色い木も綺麗よね。で車ね、なかなか突っ込んでくるの難しいからね、ここらでね、ちょっと止めてくる。さっきはどっか、ね、有料の駐車場ありますしね、そちらの方に向かってください。はい、じゃあこの階段を下って、ちょっと行ってみますね。なかなかね、綺麗に色づいてます。こっちの方に下るとね、もみじ谷の方に行けるので、とあってのかな。よし、季節になるとここね、人がうろうろ、カメラマンさんがよく来てありますからね、なかなか登ってくるのも苦労しますんでね、できるだけ車はねどっかに止めて歩いてこられた方がねええとは思いますね。この大きなモミジの木がね、まあ今年はどことも遅いんだろうけど、なかなかね、こうやって立派なモミジのところも。よし、ここら辺でね、ちょっと一枚。でずーっとこうモミジのね、あれと黄色いね、木々も目立ちますしね、いろんな色が楽しめていいですよね。で、ここも階段登っていって、どこかにね、行けるんでしょうけど。ちょうどコントラストがね、緑、黄、赤とね、ちょっと拡大しようか。ちょっと坂登るのもあれやからね。こういう感じですね。はい。はい、カメラマンの人がよく来てはります。何点も綺麗。誰かのお家やね、これ。さすがにやっぱり紅葉の名所やから人が多い。お手洗いもあるわね。こっち側は公園になってまして、ワンちゃんもね、まあ状況シリーズなんでね、これがね、もみじ谷かな。この道もね、行ったらね、あることあるんですけどね、まあ、だいぶ行かなあかんからね。奥の方、綺麗なのが見えますね。この道行っても見れることは見えますよ。去年行きましたよね。でこっちがこの道の向きで、ね、車が通ってくるとね、どかなあかんようになりますね。はい、という感じですね。まあ、本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。
だから。